はい、今日はオープニングゲームはもうどこも、難しいゲームはもう間違いないので、もちろん湘南さんもいいチームですし、今日は本当に結果だけ、勝ち切ったっていうところだけは良かったかなと。ただ本当にこれから、長いシーズン、52分の1が終わっただけで、またこれから一つ一つまた積み重ねていかないっていうふうに、もちろんそれは勝とうが負けようがあるんですけども、勝って次にしっかり学んでやっていけるっていうのはいいんじゃないかなって思います。